離婚してくれ。もうお前だってこの結婚生活に未練なんてないだろ。夫が私に離婚を切り出してくる日、私はこの日を待っていたのだ。いいえ、離婚はしません。どうしてだよ。あなたとの結婚生活をどうするかは私が決めることですから。私の名前は香織、42歳の専業主婦だ。夫の隆とは結婚して今年で20年になる。本来なら記念すべき20周年だが、私たちにとっては単なる数字である。いつからこんな風に愛情が離れてしまったのか。まあそれは全て夫が原因なのだが、夫との出会いは大学時代に遡る。私たちは同じサークルの先輩後輩で、彼の方が先輩だった。最初は特に恋愛感情はなかったのだが、彼の方からアプローチをしてくれて、私たちは付き合うようになった。彼は正直言ってモテていた。というのも、彼の父は会社経営をしていて、彼自身の身なりがすごく良かったし、顔もイケメンだった。そのためいつも女子たちが群がっていたのだ。だが私はもともとの環境ではなく、その人の実力などが一番大事だろうと思っていたので、特に彼に対してすごいとか思っていなかった。だから他の女子たちのようにキャーキャーせずに、周りの先輩たちと同じように接していた。それが彼にとっては逆に目立ったというか、印象が良かったらしい。私が全然忖度なしに関わってくるから、信頼に値すると思ったようだ。それから彼は私にアプローチしてくるようになり、私が大学3年生の頃に付き合うことになった。その時は彼は大学4年生だったので、なんとなく就活の雰囲気から周りの女子たちも彼につきまとっては申し訳ないという感覚が芽生えたようだ。だから彼に群がる女子たちはかなり減っていたし、それに彼自身も大学4年生なのであまり学校時代に来なくなっていた。そのため私たちが付き合っていることは、私がとても信頼している友人以外は知らなかったと思う。そして順調に交際を続けていった私たち。彼は父親の会社ではなく、就職は別の会社に就職をした。後で知った話だが、義父がまずは別の会社で社会人としての経験をするように言ったそうだ。そして私も大学4年生になり、就活をしていた。だがこの時に私は娘を妊娠し、就活は断念しなければならなくなった。私は学生なのに妊娠をしてしまい、ものすごく焦った。きっと彼も困っているだろう、そう思ったが、彼の反応はむしろ嬉しそうだった。こんなに早く子供ができるとか最高じゃん。親だって喜ぶと思うよ。そうやって言う彼に、当時はなんて問題意識のない人なんだと思った。絶対に反対されるに決まっているだろう。ましてや経営者なんだから、うちの会社に泥を塗るような行為は慎んでもらいたいなんて言われ、すぐに別れさせられて、私は学生にしてシングルマザーみたいなことになるんじゃないだろうか。そんな不安と心配で私はいっぱいだった。だが実際に彼の親に妊娠をしてしまったことを報告しに行くと、本当に喜んでいた。そりゃめでたいことじゃないか。こんなに早く私たちは孫が見れるのね。結婚式はいつやるんだ。お腹が大きくなる前の方がいいだろう。そうやって私と彼よりも前のめりになって話を進めていて驚いた。ちょっと父さんたち落ち着いてくれよ。まだ何も決めてないんだから。義両親の勢いに押されながら、彼は慌ててそう言っていた。この時が義両親と初めて会った時なのだが、ずっと義両親は私に優しかった。妊娠がきっかけで結婚することになっても、両家の顔合わせや結婚式の時もずっとニコニコしていて、私のことを温かく受け入れてくれていた。そして私と夫が結婚してからも、義実家に行くたびに優しく接してくれた。あまりにも優しかったので、私はもしかしたらものすごいプレッシャーを逆にかけられているのかもしれないと思ったほどだ。きっと義両親は後継になる男の子が生まれることを望んでいるのだろう。若くてしかも妊娠までしている私は、条件的に義両親の理想に当てはまっていたのかもしれない。そう考えた時に私はまずいと思った。これで女の子が生まれてしまった時は、もしかしたらものすごいバッシングを受けるのかもしれない。私自身は男の子でも女の子でも全力で愛すと思っているが、状況次第ではシングルマザーにならざるを得なくなるかもしれない。
そういう覚悟のもと私は出産に挑んだ。そして生まれてきたのは女の子だった。天使のように可愛い子が生まれてきて、私は娘のことをとても愛おしく感じた。だが義両親と対面するときにちょっと緊張した。性別は生まれてから知りたいとのことだったので、事前には調べていなかったのだ。もしここで娘だと分かったときに義両親は怒って帰ってしまうかもしれない。だが義両親はいつもと変わらぬ笑顔で接してくれた。まあ可愛いわね。まるで天使のようだな。そう言って生まれてきたばかりの娘を嬉しそうに抱っこする義両親。私はこの時、義両親のことを一生大事にしようと心に決めた。いわゆる出来婚なのに、こんな風に私や娘のことを愛してくれるのは本当にありがたいことだ。それから私は専業主婦として夫のことを支えながら子育ても頑張った。慣れないことばかりだったが、義母が家を訪ねてくれて赤ちゃんのお世話の仕方を教えてくれたり、また料理も義母が得意な料理のレシピを教えてくれた。おかげで私は家事のスキルも上がり、子育てにも慣れていった。夫も、わ、これ母さんのと同じ味がする、美味しいと言って私の料理を美味しそうに食べてくれた。こんな風にいろいろとサポートしてもらえて本当にありがたい。大学生の時に妊娠をしてしまった時は本当に驚いたし焦ったが、結婚してからは本当の幸せを感じられていた。そして義両親との関係も良好なまま、あっという間に10年という月日が流れた。この頃は私は子育てに専念していた。というよりも娘との時間を濃くするしかなかった。夫は最初こそ家庭を大事にしようとしてくれて、私と娘を連れて旅行に行ったりドライブに行ったりなどしてくれていた。だがだんだんとそういった家族サービスをしてくれなくなったのだ。気がつけばどんどん帰りが遅くなっていって、娘とは顔を合わせる時間すらほとんどなくなっていた。こんな状態はあまり良くないと、私は夫にもう少し娘と一緒にいる時間を作ってほしいとお願いしたのだが、夫は仕事で忙しいんだから仕方ないだろうと面倒くさそうに言って、聞く耳を持ってはくれなかった。娘も夫が自分に構ってくれないことで悲しそうにしている時があった。せめて休みの日だけでもいいから娘と遊んでほしいのに。そう思っても夫は休日出勤だと言って出かけることが多く、仕事だと言われてしまうと私も行かないでくれとは言えない。そしてそんな中、義母が足腰が悪くなってしまい、介護が必要な状態になってしまった。すると夫は私に、嫁なんだから母さんの介護をやれよと命令してきたのだ。夫に指図をされたことは少し腹が立ったが、それでも義母のことは心配だった。義両親はもう結構な高齢だったので、いつ何が起きてもおかしくはない状況だった。今まで私に良くしてくれたこともあり、私は義母の介護をすることに。すると夫は、じゃあ母さんたちと一緒に住もうと言い、義両親とも話をつけて義実家での同居を勝手に決めてしまった。まあ別にいいのだが、夫にそうやって勝手に決められるのは不満があった。だんだん私も夫に対して苛立ちを覚えていたのだろう。だが結果的に義実家での同居という選択は良かった。私が家事や介護で忙しい時に義父が娘と遊んでくれたりお話をしてくれていたからだ。娘を連れてショッピングモールに買い物に行ってくれることもあり、娘も嬉しそうだった。夫が父親としての役目を果たしてくれないので、義父がその代わりになっていた。夫は義実家での同居を始めてからというもの、さらに家庭を顧みなくなった。朝帰りは当たり前だし、どこに泊まっているのか、2、3日帰ってこない時もあった。義父がどうしてそんなに家庭を大事にしないのかと怒っても、夫は仕事が忙しいんだから仕方ないだろうと言い返していた。この頃はすでに夫は義父の会社で働いていた。だが本当にそんなに仕事が忙しいのだろうか。義父の会社は比較的ホワイトな会社だと聞いている。残業が少ないというのはよく話に聞いていたし、離職率も低く社員の満足度も高いそうだ。だから夫がそんな風に夜遅くまで毎日働いていて、休日出勤までしているのはおかしいと思った。私は夫の帰りが遅いたびにとあることを思い浮かべるのだが、悲しくなるので考えないようにしていた。だがこうやっておかしいと思えることが増えていくと、どうしても私は裏切られているのではないかと考えてしまう。
夫はそうやって仕事が忙しいと言っているのにもかかわらず、いつも上機嫌なのだ。そして2、3日家を空けた時などはやたらと娘に優しい。頼んでもいないのに娘に対して何かしらのプレゼントを買ってくるのだ。だが娘自身は物ではなく、夫と一緒に過ごす時間を欲していた。だから夫からプレゼントを渡されるたびに複雑そうな顔をしていた。私は夫に、物じゃなくて一緒にお出かけする時間を作ってあげてよというのだが、夫は時間が作れないからこうやって物をあげてるんじゃないかと反論してくる。だがあまりにも娘との時間を作らなさすぎるので、私も食い下がった。このままじゃあなた、自分の娘に愛想つかされるわよ。私がそう言ったことに夫はカチンときたようだ。ああ、俺はわざわざプレゼントを買ってきてやってるんだぞ。なんでそれで愛想をつかされなくちゃいけないんだよ。むしろ感謝するべきだろ。そうやって物をあげればいいだろうみたいな感じが伝わってるのよ。感謝もできない娘なら俺だって愛想をつかすぞ。物がもらえるありがたみをお前がちゃんと教育しろ。夫はそうやって怒りながら自分の部屋に入っていった。本当に夫は自分勝手だ。父親としての自覚がなさすぎる。義父はそんな私と夫のやりとりを陰で聞いていたのか、私に申し訳ないと謝ってくれた。あんな子に育てたつもりはなかったんだけどな。私がきつく言っておくから安心しなさい。お父さん、ありがとうございます。この家で救いだったのは義両親が私の味方であることだ。義父はそれからすぐに夫に説教をしてくれたようで、夫は少し反省していた。まあでも反省は形だけのようで、すぐに家に帰ってこない日が増えていった。この頃からもう私は夫に期待をするのはやめようと思った。夫に気を取られていると娘や義両親との時間が減ってしまう。私を大事にしてくれる彼らとの時間を大事にしようと思ったのだ。そう考えるようにしたことで心がかなり楽になった。夫との関わりはものすごく薄くなったけど、そっちの方が私は幸せを感じられていた。義母も私が一生懸命に介護をするので、とても感謝をしてくれた。義母の調子がいい日は、私と娘と義両親でお出かけに行ったりもした。義両親は娘にもすごく優しいので、娘も義両親と出かけられる時はとても楽しそうにしていた。だが義実家での同居を始めてから5年近くが経った頃、義母が体調を崩してしまい入院することに。そしてそれから3ヶ月も経たないうちに亡くなってしまった。私たちは義母の死をとても悲しんだ。私が結婚したばかりの時からいろいろと気にかけてくれた義母。義母と一緒に台所に立って料理を教えてもらっていた日々が懐かしい。どの思い出をたどっても義母はずっと笑顔だった。私も義母のような素敵な女性になりたいと思ったものだ。そんな心優しい義母を失い、私はショックだった。だが、私以上に落ち込んでいたのは義父だった。義両親はおしどり夫婦という言葉がぴったりなほど、ものすごく夫婦仲の良い夫婦だった。まだどちらも元気な時は定期的に二人で旅行に行っていたそうだ。そして一緒に散歩をしたり、毎日夫婦で外を出歩く習慣もあったらしい。最愛のパートナーを失い、義父はみるみる元気がなくなっていった。もう80歳を超えていたので仕事はしていなかったが、毎日悲しい顔をしながら落ち込んでいる義父を見て気の毒に思えた。そして義父は精神的なことでの影響か、義父自身も体調を崩しやすくなった。私はその都度病院に連れて行ったり、また義父とコミュニケーションを取るようにして、できる限り義父に寄り添うようにした。それでも義父はどんどん元気がなくなっていって、最終的に義父も介護が必要な状態になってしまった。私は義父の介護も自分が請け負うことにした。今まで私や娘に良くしてくれた義父に恩返しがしたかったのだ。義父は申し訳なさそうにしていたが、心がとても弱っていたのだろう。私の介護をとてもありがたそうにしていて感謝もしてくれた。そのうち娘も高校生になって手がかからなくなり、家事を手伝ってくれるようになった。そのおかげで義父の介護に集中できたから本当に助かった。だが夫は相変わらずの調子で、私たちとは関わらないし、いつも仕事だと言って夜中過ぎに帰ってくることが多かった。
この頃にはもういちいち夫に遅くなった理由を聞くこともなくなっていた。それから数年が経ったが、状況は何も変わらなかった。環境の変化で言うと、娘が高校を卒業して大学に受かったくらいだ。大学に合格した時はお寿司の手前を取ってお家でお祝いをした。その際も夫は予定が入っていて帰れないと言っていたので、もう私も娘も夫に期待しなくなっていた。それから2年が経ち、娘は20歳になった。すると夫が珍しく私に話があると言ってきた。私は仕方なく夫と向かい合って今のソファーに座った。何？急に改まって。離婚してくれ。え？離婚？もうお前だってこの結婚生活に未練なんてないだろ。俺たち完全に冷め切ってるじゃないか。娘も成人を迎えたわけだしさ。父さんだって今はもう入院生活になったから介護だってしなくてよくなったしさ。最低な人だな。入院生活になったのは病状が悪化したからじゃないか。それなのに介護をしなくてよくなったなんて思えるわけないだろう。そして私は夫がこのタイミングで離婚を切り出してきた理由も分かっていた。それは夫自身が言っていたように娘が成人したことだろう。養育費を支払う必要がなくなったから私と別れて家族の縁を切りたいのだろう。そして夫は不倫相手と一緒になるつもりなのだ。私はすでに更新所に調査を依頼しており、たくさん証拠を集めていた。いつか絶対に夫に対して復讐をしようと思っていたからだ。絶対に夫が困るタイミングで離婚しようと考え、ただひたすらに証拠を集めていた。もちろん義父の介護や子育てに集中したいと思っていたのもある。だが私は私を裏切った夫に痛い目に遭わせてやりたかったのだ。夫が私に離婚を切り出してくる日、私はこの日を待っていたのだ。いいえ、離婚はしません。私がそう言うと夫は目を見開いて驚いていた。どうしてだよ。俺たちの結婚生活はもう続ける意味なんてないだろう。あなたとの結婚生活をどうするかは私が決めることですから。わけがわかんねえよ。どうして破綻している状態なのに結婚生活を続けるんだ。逆にもうここ10年近く私たちはこういう関係なのに、今になって離婚をしたいって言い出すの？それは。夫は言葉を詰まらせていた。とにかく離婚は絶対だからな。さっさと離婚届にサインをしろよ。夫はそう言って記入済みの離婚届をテーブルに置いてどこかに出かけていった。まあきっと不倫相手のところだろう。私は離婚届をシュレッダーにかけてからゴミ箱に捨てた。夫は絶対に不倫相手と一緒になりたがっているはずだ。だから私と一刻も早く離婚したいのだろう。だがそんなことは絶対に許さない。いつまでも離婚せずにいて夫を苦しめてやるんだ。それから1週間、2週間と経っても私が離婚届を出さないので夫もかなり苛立っていた。なんで離婚しないんだよ。お前はもう俺のことなんて思っていないだろう。あれがここでの豊かな生活がなくなるのが嫌なんだろう。いくらあれば出ていくんだ。そうね、老後のことを考えたら3000万は欲しいわね。3000万、そんなのありえない、無理だ。じゃあ離婚はしないわ。私は無理だと分かっていながらそうやって言った。いくら不倫相手と一緒になるためとはいえ、3000万も支払うのは難しいだろう。だが夫は不倫相手と再婚したいと思っているようで、その後も私にしつこく離婚を迫ってきた。その様子を見て娘は呆れていた。そして夫に対して嫌悪感を抱いていた。本当に最低な父親だね。お母さんまだ別れないの？ええ、だっていい気味じゃない。いつまでも離婚してくれず不倫相手と一緒になれない状況なんて。それにあの人はまだ自分が不倫を隠せていると思っているようだし。本当にアホだよね。そしてそれから3ヶ月が経った。夫はここまで来るともう我慢できなかったようで勝手に家を出て行った。俺はお前たちとは別居する。そう言って荷物をまとめて出て行ったのだ。これも私たちにとっては好都合だった。実は夫の不倫については入院中の義父にもすでに話している。そのため義父は夫が家を出て行ったと知ると実家を取り壊して土地を売ることにした。そうすれば夫にはもう帰る場所もなくなる。
義父は夫が介護をすべて私に押し付けて家庭を顧みなくなった時点で、私と娘に自分のお金を少しずつ生前贈与として渡してくれていた。ちなみに夫は義父が亡くなっても社長にはなれない。現時点で義父は信頼できる側近だった人に会社経営を任せている。夫に対しては次期社長となる人が決まるまでと話しているらしいが、その次期社長に夫を選ぶつもりはないそうだ。義父自身がもう長くないと分かった時点で、会社経営を任せている側近に会社自体を譲渡することを考えているらしい。この10年近くで私と娘も十分すぎるほどのお金をもらったし、娘自体は看護師になることを目指して勉強を頑張っているので、義父の会社を継ぐ気はない。そうやって夫との離婚を拒否しながら着々と夫と別れる準備をしていた。そしてそれから少し経って義父が危篤状態になった。すると夫は私に電話をしてきた。お前には負けたよ。3000万支払うから離婚してくれ。まさか本当に承諾するとはと思いながら、私は夫と直接会って話すことにした。どういう風の吹き回し？あんなに支払うのを嫌がっていたのに。父さん、もうすぐで亡くなるんだろ。そしたら俺の元には遺産ががっぽり入る。また次期社長は俺だしな。そしたら3000万なんて大した額じゃないなって思ったんだよ。そう、分かったわ。離婚しましょう。私は笑いをこらえるのを必死に我慢しながら夫との離婚に応じた。それから夫は私に慰謝料の3000万を支払った。それは義母から相続した遺産と借金をして合わせて一括で私に支払ってきたものだ。それくらい夫は私と早く別れたかったらしい。だが夫はここから地獄を見ることになる。義父は危篤状態になって少し経ってから息を引き取った。夫は遺産がたくさんもらえると思っておとなしくしていたのだが、弁護士が遺言の内容を話し始めるとどんどん顔を青くしていった。ちょっと待てよ。遺産がたった10万ってどういうことだよ。そう、義父は私と娘に生前贈与でかなりの額を渡しており、残りのお金と義実家を売ったお金は全て会社に投資した。そのため会社は設備がさらに良くなるそうだ。あら、お父さん意外と遺産を残していなかったのね。あなたのことを信用していなかったのかもね。私はあえて知らないふりをして同情した。夫は顔面蒼白の状態で動揺している。香織、3000万の約束なしにしてもらってもいいか。はあ、もうもらったものを返すわけないでしょ。何を言ってるの。だって遺産がこんなに少ないとは思っていなかったから。でも次期社長になるんじゃないの。私がそう言うと夫はハッとしていた。そうか、そうだったな。遺産が少なすぎて動揺しちゃったよ。そうやって何も知らない夫は安心した顔をした。そして葬儀が終わってから、私は夫と不倫相手に対して慰謝料を請求した。すべて弁護士を通して行ったのだが、夫は慌てた様子で私に電話をしてきた。慰謝料の要求って何考えてんだお前。あら、私が気づいていないとでも。もらえるものは全部きっちりもらえますから。ふざけんな。しかも俺の実家も売却の手続きが済んでるとかで通知が来て追い出されることになったんだぞ。お前このことを知ってたな。お父さんがそんなことを言っていたかもね。まああまり覚えてないけど。あとそういえば会社も今の社長さんに権利を全て譲渡するって。だからあなたはお父さんの息子という理由だけで社長になることはもう無理みたいよ。え、嘘だろ。それじゃ俺は平社員のまま。まあそうなんじゃない。そんな。まあ私にとってはどうでもいいけど、ちゃんと慰謝料は支払ってね。じゃないと給料を差し押さえるから。私はそう言って電話を切ってやった。夫に完全に復讐をすることができて気分がとても良かった。その後無事に夫と不倫相手から慰謝料を支払ってもらえることができた。夫はあれからまだ義父の会社で働いているらしく、だがもう義父の息子であることに価値はないので、ものすごく周りから冷たい態度を取られているらしい。今まで自分が次期社長だと思って傍若無人に振る舞っていたらしいし、そして夫は全然仕事ができなかったそうだ。それじゃあ冷たくされるのも当たり前だろう。だが借金を抱えているので仕事を辞めることもできないそうだ。そんな借金まみれの状態では贅沢な暮らしができず、不倫相手からも捨てられたらしい。
今は一人寂しく、誰にも相手にされずに、ただただ肩身の狭い思いをしながら働いて借金を返すという日々を送っているそうだ。一方、私は娘と一緒にアパートで生活をしており、私はパートの仕事も始めた。義父がくれたお金のおかげで娘の学費は問題なく支払えているし、夫からむしり取ったお金のおかげで老後も安泰だ。基本的に贅沢をしないタイプなので、日々の生活はパートの稼ぎで足りている。これからも私は娘と仲良くしながら平和で穏やかな日常を過ごしていこうと思う。夫以外が素敵で、夫のクズっぷりが目立っていましたね。主さんは本当に義両親の介護を頑張りましたね。義両親もとても感謝していたと思います。娘さんもいい子に育ったようでよかったです。最低な夫と縁が切れたので、これからは自分のために生きて幸せになってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。